お願いします。お願いします。あ、ヤゴ、取っといて。はい。9年目になるんですけれども、また今年もこの作品出させていただけることをとても幸せに感じつつ、意気込み、まあ、年変わっていろんなキャストもどんどん毎年違ってやっていくんですけれども、毎年新たな発見もあるし、新鮮な気持ちでやることもありますけれども、やっぱり年齢重ねれば重ねること、いろんな昔のこととか興味出てきたり、いろんなことも知ったりする中で、ますます今私たちがこのお芝居で伝える意味があるんだなっていう、ある意味責任をひしひしと感じながら今年もいますね。はい。伝える意味ってどうなの？やっぱりなんか、例えば戦争を知らない世代なので、家族とかに何かがなければそういう話も聞いたこともなかった。私の場合はうちの家庭だったので、こういう作品きっかけでいろんな人に聞いたりとか調べたりということで、戦争って初めて口にするようになって、学校の授業では教えてくれなかったこともたくさんあるし、で今私たちはでもとりあえず平和だし幸せだしっていう中で、72万こんなことがあったんだっていうことを知っていくと、ずっとこんな幸せなままとは限らないし、この先何があるかわからないしって考えた時に、今私たちがいられるのは何でいられるのは、いろんな方々の力があったり支えがあったり、時代を築いた方がいらっしゃったっていうのに感謝しなきゃといった意味を感じる年になったから、余計ちょっと重みを感じてきたなって感じがします。リアルのちょっと感じる、戦争リアル感、戦争のことは本当にわからないし、リアルには感じられないけれども、でも今やっぱりいろんな他国の情勢とか考えると、結構なんか危険なの、何大丈夫みたいなところを感じ始めましたので、余計そういった意味で藤森さんからも私たちは言われているように、やっぱりやってることの意味というか、すごく最初の方は正直無我夢中だったり、トメさんを演じるプレッシャーだったりとか、そういうのがやっぱり 1,2 年目は大きかったんですけど、今はそんなことよりも本当に私たちができること大事なんだよというふうに感じながらいます。はい、ちょっと誠にいかがでしょう。本当に何年もこの作品をやってきたんですけれども、今年は例年になく、もうリアルにな感じていただけると、いただけると変なんですけど、年になったなと思うんですよね。本当にまさに今北朝鮮の問題があったり、本当にその戦争っていうものが戦争以降一番身近に多分日本人が今感じている時だと思うんですね。なので例年よりもより以上この舞台をのやる意味というものを演じる側も作る側もしっかり持って上演しなければならないし、また見ていただくお客様も例年以上にいろいろなものを感じていただけるじゃないかなと思うんですね。なので本当にそういう意味ではちょっと緊張してるっていうかちょっと正直な話、例えば何年か前に特攻隊ものっていうものがちょっと流行った年がありまして、その時はやっぱりただ単に特攻隊というものはかっこいいとか、なんかそういうそういうようななんか流行りっていうのがあったと思うんですね。でも今それが終わって、今こそ戦争の意味は何だったのか、これはもちろん日本軍だけじゃなくて、それはもうアメリカ軍もそうですけれども、そういうものをこのリアルに、戦争というものが一番リアルに感じている今こそまたしっかり考えなきゃいけない時だと思うんですね。なのですごくそういうことについて意見を持たなきゃいけないと、日本人はなんかあまりこう政治とかそういう国際情勢のことをあまり語り合わないっていう、考えない
国民性だと思うんですけれども、今まではそれで良かったしそれが幸せだったと思うんですが、今はそういうことをちょっとずつでも やはり皆さん考え始めてると思うんで、その中の一つのな、あの、なんて言うんだろう、きっかけに今年は なるだろうなと思います。はい、その作品のきっかけになっている。ええ、なのでそこをきっかけに なるんであれば、本当に今まで以上に例年以上にしっかりと演じなければいけないなとは思います。はい、では、それに加えまして今回の舞台の見どころ。見どころなんですか。え、見どころ作演としてそうで見どころあんまり私聞いたことなかった。あ、いや、まあこれは別に今年だからってわけじゃないんですが、はい、大体やっぱりこういう戦争もの、特に特攻隊ものっていうものは日本でやられている作品、映画、舞台、小説でもそうなんですけども、大体その日本側だけで終わってしまってるんですね、物語が。なんかこの舞台はその後の米兵たちのことも描いていまして、でこれは本当に史実にあったことなので、やはりその日本側だけじゃなくて米兵も一緒だったんだっていう、でそれが戦うことの意味とは何なのかっていうところですね。なのでその特攻兵と同じように米兵に接したっていうそのトメさんのそのなんか心っていうか、まあ、そこが、まあ、見どころといえば見どころ、伝えたいところですね。はい、どうぞ。いや、もう本当にだから私初舞台から、うん、初舞台で吉森さんのところに出させていただいて、まあ語り部みたいな作品含めて5作やって、もう本当に最初からこう役者の芝居の色をつけていただいてた中で、とにかくこの人ほど歴史とか日本史とか詳しく、オタクっていうのがいい表現としたらやっぱオタクな方はいないなっていうぐらい、だから戦争のこととか何でも知ってらっしゃるので、会話が逆にできない、まだちゃんと対等にできるレベルには到底追いついてないんですよ。だから本当にその中でもちょっとずつのニュアンスを得た中で今こうして私はいるんですけど、やっぱ今おっしゃったように本当に特攻戦争ものの中のその後までっていうのを視野を持って広げて作る作品はやっぱりここしかないんじゃないのって、なんかちょっと自慢なんですけど私も舞台はすごく見る方なので、特攻隊もの毎年やってるのはやっぱ 3,4 作品、私たちよりも20年以上やってるね、作品もあったりしますけど、でもそこはもうこれは藤森作品も本当に自慢できる見どころというか、胸を張って皆さんに日本人中に子どもたちに学校に見せたい作品だと思ってます。はい、問題は私の演技の芝居だけであって年取ってくるとちょっとずつトメさんのおばさん像に近づいてくるの、実際でも42、3っていう年だったので、うん、私50なので、当に越してるんですけど、昔の方ってやっぱり落ち着いてたり、映画ドラマで富さん役をなさる方がみんな60歳以上の方が、うん、本当のおば様が演じてるので、うん、そうなんですけど、実はこんななんですよ、うん、でも、うん、その私の大きいというマイナスな 100% マイナスなイメージをちょっとずつ年齢とともに近づいていけたらいいなというふうに。米兵よりでかいもん、ね、そうなんですちょっと笑いくすってなっちゃう。最初の頃はあったね、笑いがね、ざわざわって私が立った瞬間、うん、でけえとか、そうそう言われてたね、言われるんで、まあ、だんだん年取ってきてそれなりに近づいていけるのが、トメさんは89歳まで生きられたので、その時に到達できればいいなと、はい、思ってます。まあ、ちょっと違う質問があるんですけども、小林さんで言ったらやっぱりバレエのイメージが強いんですけども、バレエをしてきたことと、この演劇に何か活かせてるなとか思ったり、ここが違う、まあ、違うところばっかだと思うんですけど、特にここが違うなとか、違うこと、100% 違いが、ちょっとで待ってます共通もあるんですけど、100% の違いが
技術あなんだろうアスリートは技術とレベルもはっきりしてますので、はい、実力っていうのが、はい、特に私たち点数なので、うん、うまい下手、うん、はっきり分かります、うん、でも芝居の点数ってやっぱりつけられない、うん、歌もそうじゃないですか。だからお芝居うまいねっていう人が何点かも分かんないし、うん、下手なのかうまいのかも分からないから、あのその葛藤が始めた当初はすごくて、今までちゃんと数字をつけられていたのに、うん、ここから先の評価は自分が何なのか分かんなくなっちゃってっていうののギャップの中で、一つ私はやっぱりアスリートだったので、はい、とにかく練習をしようと、うん、あの自分の中の納得がいくあのお稽古なり自分の家の中で何かするの含めて、やっぱりそういうところでちゃんとしようっていうのだけが、あと最近怒られなくなってきますので、上級生とかになってくるとバレエの時も、でもやっぱり言ってもらえることが大事なので、あのそういった感じでいつまでも下の気分になれたらいいなっていうのは戒めながら。結構怒られます。いやまあ優しいので、ね、今なかなかねそういうねコンプライアンスが難しいんで、そうだ、ね、怒ったら昭和の人間は怒ってほしいんですよ。言われたい、言われるのを待ってるんですけど、いやいやいや、全然怒らないから不安になるんですよ。聞かないとなんか言われでもなんか何にもなく言われないのがもしかしていいという世代なり、そういう人も多いと思うんですけど、言われて育ってきたのでないと不安になってなんとなくそれでいけないしっていう思うとするんですけど、なんかよかったっていつか言ってもらえるような、あよかったもんない、いやよかったありま、あのないわけじゃないです、そんなことないです。でもあんまりよかったとかそういうなんかそういうことじゃないですよね、なんか、うん、あの私たちがいいんじゃなくて、もうご覧になりましたっけ、うん、で最後の映像、まあ、ネタバレがどうなるか、最後に映像が出てくるんですけど、もう実際に会った人たちの、私たちは代弁者にもなれないですけど、そのために分かりやすくあのお芝居で説明して、あと見ていただければ分かりますっていう、そういうものなので。見れるんですか今日？見れない。明日昼間空いてますよ。まあでもどね、そういう感じでやってます。だから役者が上手い下手じゃなく、私も実際のお名前いらした方だし、隊員さんもそれぞれいらっしゃるので、やっぱりもう役者じゃなくやっぱ当時のどれだけ近づいて伝えられるかっていうのはもうずっと常々これは初年度から言われて意識してます。そうですね、そのやっぱり、まあ、補足すると、うん、やっぱりこういう特攻隊の物語をやるとやっぱりあの感動していただけるんですが、それでこうやってる側が気持ちよくなっちゃいけないっていうか、それは実話だから感動していただけるのであって、決して別に自分たち の力じゃないっていうことはもうこれはもう重々口を酸っぱくして言ってますね。そういう意味であまり良かったいいよとかあんまり大きく大きな声では言えない、言わないですね、よくて当たり前なんで。はい、もう幼稚園からやっぱりやりたかった夢は本当はこちらなので、幼稚園から大きくなりすぎてちょっといじめられて、でバレーボール選手になるしかなく命かけてやってきたので、引退してやっと初めて本来やりたかったことができるので、まあまだ入り口ですけど、稽古中にあの全日本戦ったりしてやっぱり気になったりっていうか、あれですか？これ性格もあるんですけど、キャプテンとかもやってるとあのなんか気になるんですよ。で今曲がってたりとか挨拶しないとか、あの全然芝居関係ない裏のとこ汚いとか、なんかそういう関係ないとこ気になるアスリート魂がそういうとこ出ちゃうんですけど、でも今ねどうなんでしょうね、はい、芝居は何だかの言えるあれじゃないので、できることをやろうと思ってます。おばあさんにとってのトメさんと一番難しい、やっぱ最後みたいな、ねね、よくねバレーボールとはとかオリンピックとはとか一言で言えないんです。トメさん、難しいですね。
憧れとか目指すとかそんななんか簡単な言葉ではなく、うん、大きな方ですよね、うん、少しでもあやかりたいじゃないけど少しでもなんか難しい。トメさんとはどこが好きとかありますか。あれだけあの時代に自分のことを顧みずもう本当に全てそのためにこう尽くして愛情を持って優しい大きな広い心っていうのはやっぱり到底真似できなく、でも少しでも私も割と母性ある方でやりたがりなタイプなので自分に近づけますけど、なんか私の中でちょっと武士、最後の武士というか、うん、侍感が実はあって、あの新選組好きなものですから土方が最後のね、うん、もう上のために忠誠をみたいな、トメさんもやっぱり何かのためにみんなのためにみたいな、その潔さというかそこの大きさが本当に素晴らしいなと思います。はい、まだ見てないお客様のためにメッセージを一つずつ。あ、はい、メッセージ、あの、いや見たことはさしかないな、あのそうですね、あの本当にまあ最初にも言ったんですけれども、あの今年は今は本当にあの一番リンクし、今のニュースと今日流れるニュースとか昨日流れたニュースとリンクしてあの見ることができる年だと思うんですね。あの例えば、まあ、この戦争であの大東亜戦争っていうのは要はあの原油を遮断されてそれでも戦争に突入するしかなくなったっていう、まあ、そういう歴史がありまして、でちょうど昨日あの北朝鮮でそのガソリンがあの党の高級幹部しか以外は禁止になったっていうニュースが昨日流れてまして、これはあの時のもう日本と全く同じだっていう、そういう意味で言うとあの、まあ、僕別にあこれはあの僕右でも左でもないんですが右でも左でもないんですが、ただこの今の北朝鮮の中でもこうやっぱり今この時の日本と同じなんだっていう、なんかそういうふうにあのリンクして見ることができると思うんですね。なので今起きようとしているこの戦争を止めるにはどうしたらいいのかっていうまたきっかけなんですけどもにあのなると思うんです。なのであのそういう意味でもあ なんていうのかな近年まれに見る機会っていうか、あの来年どうなってるか分かりませんし、あの去年までだとやっぱりそういう見方はまだできなかったと思うんで、本当にあの今だけですみたいな変な軽くなっちゃいますだけども、そういう意味では価値がある年だと思いますので、ぜひ。Jアラートでしたっけ、Jアラート、うん、あれが今年出た時にすごく警報じゃないですけどもう全く違う種類なんですけどちょっとドキッとする。じゃああれ空襲警報って言った方がいいよ ね、 ね絶対に。そういうことなんですね、うん、なんでそんなそこ英語にするんだろうって、ね、誰が見つけたんですかでもあれってまさにそういう空襲警報ことだから今でしょみたいな、これも軽い言い方になっちゃうと嫌なんですけどでも本当にそうやってみんなが多分特に北の方の方々ってちょっと本当のどこに隠れようまでなってるっていうのがこの時代にあるので、地震もそうなんですけど震災とか災害も人事ではなくて本当に日本国自体がそういうことになるかもしれないっていうのを考えた上でやっぱりこういう作品を知ることがやっぱり藤間さんもおっしゃったように大事なのかなと。で本当に当たり前の日常の幸せなことをお父さんとかお母さんとか友達とかに感謝できるようになるので大事にしようって本当に私もこの作品を持ってしたので、そういった意味で本当に見ていただきたいなと思います。親子とかねそういうので来てもらえるとなんかまたいろんな話もできるのかなと思います。僕この間あの9月頭は家族を疎開させましたからね。あの打つかもしれないっていう時、うん、疎開ですよこの時代に疎開どこにですか。いわき。あ、それはそうですなるほど、ね、東京危ないかもってあのね、うん、あったから
ちょうどね、そうそうそう、疎開させましたね。でも本当そういう時代なんですよ。そう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 、うん、リンクする時代、ええ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。